巫女材料を手に入れました。おお、それが源の甲の石か。妙な形をしておるな。やはり祀られておりました。そうか。タケル様の記されていた通りだったな。はい、その石のあった祭壇にかぐわしく腰入れ奉る。 腰入れ、それはどのようなところじゃ。岩戸の奥の洞窟です。そのようなところから腰に乗り、どこへ嫁に行くというのか。まあ考えても埒が明かぬな。かぐわしく、ん、九郎様、 あの場は戦況の入り口なのやもしれません。そうか。かぐわしくとは源の好機をまとうこと。それを指しておるのやもしれぬな。ああ、そうだ。私の方も調べが進んだぞ。新たに必要な甲が分かった。それは竜院の巫女の血、つまり私の血だ。 九郎様の血ですが、それは流れぬはず。ああ、竜院の巫女とはそうしたものだ。だが源一郎殿の居室でタケル様の故障の手記を見つけてな。何か血を流す術があるようなのじゃ。ひとまずこれをそなたに渡しておこう。 さて、我が血を流す術、いかに調べたものか。エマ殿に聞くのはどうでしょう。クスシならば人の体に明るいか。確かにそなたの言う通りかもしれぬな。私の血もまた甲の材料とはな。 我が血を流す術、クスシのエマ殿ならば何か分かるやもしれぬ。エマ殿に尋ねてきてくれるか。行くか狼よ、頼んだぞ。はっ。お主に尋ねたいことがある。はい、何でしょうか。 巫女様の血を流す術だ。何故それを求めるのですか。戦況に竜の涙を手に入れ、節立ちを果たす。そのためには巫女様の血がいるのだ。そうですか。確かに竜院の巫女の血は尋常の方法では流れません。ですが、 あなたはそれをなすすべをお持ちです。不思議か。はい、こちらを。タケル様が記されたものか。はい、不思議ならば 竜院の巫女の身に傷を負わせ、血を流すことも叶うでしょう。わかった。これで節立ちがまた一つ進む。巫女様にもお伝えしよう。はい。 狼、エマ殿に話は聞けたか。 はい、どうじゃった。何か分かったか。不思議ならば叶うと。そうか。不思議ならば私の血を流すことが叶うのだな。はい。試しにやってみぬか。不思議は本来は抜けぬ刀、触りがあるやもしれませぬ。甲を炊く
その時でよろしいかと。うん、そこまで言うならそうしよう。戦況に至るための功集めも進んできたな、狼よ。引き続き頼むぞ。行くか。塩が足らぬと申すか。へえ、食うのはもちろんですが、傷口や仏さんの清めにも入りようでして。これだけ人死にが続いてはということじゃな。へえ、おかげで戦場病にかかる者も多ございます。そうか、なんとかして塩を手に入れねばな。お主も
戦は病にかかったかの。ひどく苦しい極意をせねばな。血をもらうぞ。これをエマ殿に。狼殿、よくぞ参られました。手に入れた血の塊ですね。見せてください。物資殿のものと同じように血の色がわずかに淀んでいる。だがこれは、足りるか。おそらくはこれで竜骸の調べを進めます。また戻った時に解を得ていること、期待していてください。ではまた。待っていました。わかったのか。はい、解を得ました。竜骸の源、それは血の淀みです。何故血が淀む。あなたはたとえ解性の力が尽きていたとしても、いずれ蘇っています。代わりの力をどこかから奪っているのでしょう。竜骸になったものからか。おそらくは竜骸になったものは、人が人として生きるための当たり前の力を奪われています。故に血が淀むのでしょう。どうやって治す。奪ったものを返せばいい。これを受け取ってください。狼殿、よくぞ参られました。かつてアシナに竜骸が広まったことがあったといいます。その時は治すことがかなわず、助かるものはなかったそうです。そうか。我が師道元の悔い、わずかでも晴らせたのならばよいのですが。ではまた。おう、セキロか。これは。ああナイフのネズミどもよ。こやつらはどこからでも入り込む。切っても切りがないわ。
時にセキロ極めたか。まだ足りぬわセキロよ、さらに切れ。
何の鉄砲取りで噂以上よ。備えなきは無謀であったわ。懐かしい先方寺の鐘が聞こえら。